ドアガンヒリュー、進入する。ドアガンヒリューは UH60 のコールサインです。航空機に搭載した機関銃をドアガンと呼び、現在 UH1、UH60 および CH47 への搭載が可能です。ドアガン、降下方法はリペリングと呼ばれ、より高いところから降下する要領です。 CH からの降下方法はファーストロープと呼ばれ、より速い降下を追求した降下要領です。ロープ降下隊員を乗せた UH と CH が進入してまいりました。マルヒト、こちらリペリングフィルおよびキャリア進入する。こちらマルヒト、進入してまいります。この UH60 はヘリボン部隊の着陸に先立ち、着陸地域を事前に制圧し、ヘリボン部隊の安全を確保いたします。
隊が共同して行う作戦で、地上における障害や敵の抵抗を回避し、迅速に敵の背後等に移動し、攻撃を仕掛け、敵を撃破する行動です。が侵入してまいりました。この AH は引き続き侵入してくる CH の安全を確保するため、建造物の釈迦地域近傍の敵を事前に制圧いたします。マルヒト、こちらアタッカー、事前制圧のため侵入する。マルヒト了解。AH は CH の建造物が安全に釈迦できるまで射撃態勢を維持し援護します。検証した CH が侵入してまいりました。軽装甲機動車の重量は約 4.5 トン、高機動車の重量は約 2.5 トンです。この CH には最大約9トンの重量物を検証することができます。